テキーラブンブン、テキーラブンブン、テキーラブンブン。ピースの角度は30度。飲むイキリヌです。皆さんね、私がお酒が飲めないということはこの動画を見て知ってる人もいると思うんですけど、お酒がね飲めないとか、苦手だったり弱かったりする人って普通に生活してたらアルコール度数の高いお酒って飲まないんですよ。そうだから私ね、一回もそういうアルコール度数の高いお酒飲んだことなくて、なので今日はじゃん、こちらテキーラを今日は飲んでみたいと思います。私ね、まずテキーラを買うのにね、すごい苦労したんですよ。たくさんあるんですよ、テキーラって種類が。どれがテキーラだかわかんなくて、Google でテキーラって入れて、一番最初に画像検索で出てきたやつを買ってきました。なんて読むんだろう。J なの？クエ、クイ？アガベ、アズール。どれがお酒の名前かよくわかんないんですけど、っていうやつを買ってきました。事前にね、ちゃんと学習したんですよ。テキーラって調べたら、なんかこれに入れて飲んでたんで、ちゃんと買ってきました。なんかちっこいグラス。なんでこれに入れて飲みたいと思います。で、食べれるのかどうかわかんないけど、一応おつまみも用意したので、食べながらやってみたいと思います。あー、くっそ。うがい薬の匂いがする。なんでこんな液体飲もうと思うんだ。こんぐらい？乾杯！ってくー。なんだこれは。舌がキューってなって、すごいメントールを塗られた感じがする。これ飲むの胃が荒れそう。いただきます。乾杯。水持ってくればよかった。お腹痛い、これ。とりあえず一回食べよう。てかどうしよう、なんか薄めたらいいのかな。テキーラ飲み方、おすすめの飲み方。ライムを口で絞るようにかじり、酸っぱいうちに間髪入れずにテキーラを流し込み、飲んだら指の付け根に置いた塩をビュッと舐めて次に備える。へえ。てかライムとさ、塩を用意しなきゃいけないんだね。混ぜちゃダメなのかな、違うのかな。あ、待って、酸っぱいのがなくならないうちに飲まなきゃダメだよね。いただきます。あ、さっきよりだいぶ飲みやすい。これ後味が軽減されますね。でもかといってじゃあこれを飲みたいかって言われたら全く飲みたくない。しょっぱ。いやでも香り変わった？でも顔色はそんな変わってないよね。ちょっともったいないんでね、一応限界までは頑張って飲もう。ああ無理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 。なんかそう、コーラを一気飲みした時の感覚と似てます。このここの部分、このここの部分をグッと押されてる感じがねするの。痛いこれ。ダメだ、脱ごう。これ絶対明日顔むくむやつじゃん。まあいいや、どうせ一人で家にいるだけだからね。いやでも今日の夜はね、結構これはぐっすり眠れそうな気がします。あとこれはね、一口で飲みたいですね。塩がね結構早く欲しいので、なんか絵はねここに置いてあったの。じゃあ最後の一口いきます。あ、しょっぱ、しょっぱ、しょっぱ。あー、しょっぱい。全部飲み切りました。入れた分は。ふぅ。